書いたんですが、毎日大きく口を開けて、口の中にいろいろな、ね、器具を入れることに慣れさせる。これも、ね、とっても重要なことです。日頃からスタッフが、ね、口の中で何かやることを我慢できる子にしておかないと、いざ治療の時、薬を塗りたいとかね、獣医さんに診察してもらいたいっていう時に全く慣れていないと大きな口を開けてくれませんので、毎日慣れさせて、そしてね、大きな口を開けて、口の中に器具が入ってくることを最後まで我慢できると餌がもらえるよということをね、繰り返していきます。そうするとね、このブラシや口を開けることに嫌がることがないんですね。抵抗がなくなりますので、日頃からそんな風にね、慣れさせています。先に歯磨きが終わったクーはトレーナーと一緒にこれからね、いろいろな種目を練習していくようです。トレーナーはアシカに対していろいろサインを出します。手でサインを出したり、足で出したり、あとはね、体全体を使ったサインもあります。最近クーはボイスサインを練習し始めました。その名の通り声でサインを出します。ブルブルという、ね、声に反応して変わってましたよね。成功率は、ね、100% ではないですが、最近では、ね、ちゃんと言葉も聞き分けて行動することができています。さあ、では、ね、クーがゆっくりとバックヤードに戻ります。ステージではまだ萌えのトレーニングを行っているようです。